皆さんこんにちは、私たちアイドルです。よろしくお願いします。はい、アイドルの青色担当アイドルオタク一条絵乃です。よろしくお願いします。はい、アイドルの黄色担当派手髪低身長柊木明です。よろしくお願いします。日本シュバーのにお越しの皆さん、楽しんでますか？今日ね、暑い暑い、皆さん大丈夫ですか？あの、私たち実は1年前、私たちアイドル1年前の7月18日にデビューしてから1年が経ったんですけれども、実は去年はそんなに屋外、夏の屋外のライブっていうのはできなくて、で、今日なんか本格的に多分夏の屋外ライブ今年初めてかもしれないんですけれども、こんなに外って暑いんだって思ってねえ、もう水飲みましょう。飲みましょう。1リットル持ってきました。私は200ミリリットル持ってきました。この間初めて定期公演をやらせていただいたんですけど、その時も結構水の消費量が全然違って、私すごく水を飲むんですけれども、1回のライブに1リットル飲みます。皆さんもね、だからたくさん水飲んで倒れる前に、そうそう、素晴らしい、素晴らしいですね、今日ね、本当いい天気でよかったよし、戻ってきた。はい、じゃあそんな暑さを吹き飛ばすような元気な曲を持ってきたので聴いてください。それでは早速次の曲に行きたいと思います。聴いてください、ヒーロー。感情があるんだろう、悲しみも憎しみも出会う意味あるのかな。もっともっと簡単にそっとそっと生きれたら、きっときっと辛くないね、きっときっと。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。いや、私たちあの踊る曲が多いからね、暑い暑い、直射日光と動いた熱気で熱気でところで、あの今日日本酒バーっていうことで、ちょっと私あの日本酒と聞いて思い出すことがあるんですけど、話していいですか？話しますね。あの私前あの神社でバイトをしてたことがあって、で神社ってお正月に甘酒出すじゃないですか。でその多分甘酒の残りの酒粕、酒粕知ってる？酒粕なんでしょう、なんでしょうあの日本酒を作った残りの残り、日本酒を作るとできるもの、それは日本酒じゃなくて、でもうできないかな、できない、できないですね、多分日本酒じゃないかな。ちょっと勉強になりました。うん、私もねそんな自信ないからって調べてそう、あちょっと全然またちょっと話が飛ぶんだけど、酒粕の話を昨日、あの今日いない千代ちゃんっていう子が3あのいて、3人でアイドルっていうグループなんですけれども、昨日ちょっと酒粕の話を千代ちゃんにしたんですね。そしたら、えのちゃん酒粕だったのって言ったんですどういうことだと思いますか私今までずっと人間だと思ってたんですけどそんなことが起きてたんですか？そんなことが起きてました。初めて知りました。あの私人間ですそうで、話戻しますね、はい、で話戻してどこまで行ったっけ、そう酒粕をもらったんですよ。でその時に酒粕をお風呂に入れるといいよっていう話を聞いて、そうお肌スベスベになるよって聞いて、じゃあやってみようって思って、そのもらった酒粕を持って電車に乗ってガタンゴトンと帰ってきたんですね。ガタンゴトンとガタンゴトンと、でお家に帰ってきてお母さんに酒粕もらったよって言ったら、あのいいよねよかったわねみたいな、なんかすごい喜んでて、うん、みたいなみたいなで、使い方が私もよくわからなかったから、後でちょっと調べて使ってみようって思って、多分その時冷蔵庫に入れて何日か置いといたんですね。でよし使おうって思って冷蔵庫開けたらなかったんですよ。どうなったのか、どうなったんだこれって思ってみたら、あのお母さんが全部甘酒にしてました。あのお風呂はお風呂に入る分は一つも残ってなかったです。あ、お肌すべすべにはちょっとちょっとならなかったかな、カサカサのまま終わっちゃったお肌はいやいやそうだから、それをいつかリベンジしたいなっていうのを日本酒っていう話を聞くたびに思い出す。じゃあリベンジしましょう。リベンジしましょう。どこで手に入るのかな。どこなんでしょうね、わかんない。自ら生産、生産なんか何かに引っかかりそうな気がするけど、あ売ってはないです。売ってると思う、多分じゃあそれを買って自ら すべすべ目指します。皆さんも水分補給もおっしゃる、たくさんお店とか出てるんで、お酒でも他の飲み物でもたくさん飲んで脱水症状気をつけてください。私はもう500飲みました。早くないですか？早くないですよ、あの通常です。あきちゃん大丈夫なんですか？大丈夫、はい、じゃあそろそろ次の曲行きましょうか。それでは次の曲聴いてください。ライフです。どうして
何をしようか、目的もなく出かけるのもたまには面白いかも。あ、魅力に触れて僕の心が ましたね。そうか、オリンピック自体は一昨日から始まってるのかな。もうやってる、始まってる、始まってるですね、今日、はい、らしいですね。暑い中、暑い中え、なんか、あきちゃんはスポーツとかやったりとかしてるんですか。私、結構皆さん知ってるのはマウンテンバイクだと思うんですけど、うん、ずっと小学生の頃かなぐらいから10年近くバレーボールもやってまして。10年、はい、10年、まだ長いね。でもまだ10年経ってないんですか。10年ぐらい、大体10年ぐらい、うん、小学校低学年とか。そうですね、低学年、中学年ぐらい、大体年が分かりましたね、今。ちょっと聞かなかったことにしていただいてね、バレーボール、バレーボールってあれ6人制ですね。はい、あれアイポジションとかいろいろあるじゃないですか。あります。どこだったんですか。あのセンターっていう、分かってますかね。あのブロックもスパイクもレシーブも全部やる場所だと思います。ブロック、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 ブロックです。ブロックはあの、はい、あれ、ネットってどのくらい高さが。中学校の時は2メーター15センチ。2メーター10。届けましたよ。届けます。壁系ですけど。結構飛べる。結構
あ、さすがバレーボール部。あれ、バレーボール。いいでした、ただ、うん、その代わりというか、うん、あの助走をつけると前に飛べなくなっちゃって。どういうこと？え、あの助走すると前に飛ぶ。幅跳びは飛べるんです前に。あ、あの走り幅跳び？あ、そうですそうです。が上に飛んじゃうんですよ。走り幅。うわーって走って、ポンって飛ぶ。マリオ？マリオ？上に飛んじゃって、なんで高跳びと立ち幅跳びをするんですけど。あ、その場は大丈夫なんだ。そうなんです。助走がなければ前っていう認識が。そうなの？そういうことあるの？いや、私だけじゃなくて、あなただけ。だから、とりあえず他の子は全然前に飛べてたんで。あ、じゃあ、あきちゃんだけ、なんか上に癖が助走ついたら上に飛ぶっていう。ちょっとあの、今度気になるんで実演してください。広いんですけど、なるべく安全な、そうです、高くないような。今日は何もあの、ところで、そうです、今日は何かぶつけたらまずいんで、そうですね、何もないところで今度実演してもらいましょう。さて、さてさて、楽しい時間はあっという間で、そろそろ最後の曲に行きたいと思います。ありがとうございます。最後なので、あの一緒にか、一緒にでもないか、手を挙げたり手拍子したりして一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。それでは聴いてください。ザ・ユース。
以上、私たちアイドルでした。ありがとうございました。この後もイベント続くので皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。